Ladies and gentlemen, this is the main event of the year. 一度見たらね、忘れられないような大会だよね、やっぱりね、UFC ってね。Takanori Gomi! とにかくリアルファイト、シンプルにね。UFC はこのレベルまで高めていったって。で、今戦ってる選手たちのレベルも非常に高いです。今回が一つきっかけになって日本でガーンと UFC が人気になる可能性があるんじゃないですか。日本というよりも、まあ、世界の格闘技界の歴史を変えたんだと思うんだよね。10年間気づいたら10年プライドをやってたんですね。この10年ほど自分がエキサイティングに生きれる人生ってきっと来ないのかなっていうふうに思ってるんで、10年全部が自分にとって大切な思い出ですね。自分が辞めることでプライドが続いていくためにここで自分は辞めるべきだと思って、だから今、まあ、プライドじゃなくても日本に総合格闘技の輝く舞台がないっていうのはとっても残念ですね。まあ、でもみんなの思いがきっと強くあればそういう舞台ってまた自然に発生していくはずだし、そういうものが今世界で輝いている UFC であれば一番ベストなのかもしれないし、でもそこにはもう少しやっぱり日本の中でローカライズする必要が実はあるのかな。日本人ってそういうファイターの生きてきた生き様というかライフスタイルとかそういうところにとっても共感を覚えているので、みんなが感情移入するプロのファイターとして魅力的なのはロッキーじゃないですか。片方は本当に数字で科学的なトレーニングをするんだけど、片方のロッキーは肉の倉庫に行ってまだ肉叩いてるみたいな。中学校のね終わり、高校入る前になんかねプロのスポーツ選手になりたかったんですけど、まあ、プロ野球選手とかね。それでボクシングをテレビで見て、厳しい環境にいる人たちとね同じように頑張れるのかなって自分に思った時にちょっとで挑戦してみたかったんですね。で実際ねボクシングジム行ったらみんなすごくかっこよかったし、それで、まあ、練習生としてボクシングのジムに通い始めました。プライドブームがあって、でそこからまた USC とかねシュートがブームになってやりたくなったんだね。二十歳でシュートでデビューしたんで。第5代シュート。第5代シュート。プライドの時も嬉しかったし、シュートも嬉しかったし、全部勝てば嬉しい。プライドの選手はね、もうストライカーが多かったけど、USC は全部混ぜてくるでしょ、テイクダウンも。世界で一番大きな大会っていうのは感じますね。トップ選手もいるし、世界で各地でやってるしね。その競技をね、人に知ってもらうには、やっぱチャンピオンになるのが一番早いですよね。USC のチャンピオンだったり、そういうのになれば日本の人にも広めることができますよね。勝つのは大変だけどね、お互いそう思ってるから。Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Mirko!プライドのファイターがオクタゴンに入って最初勝てなかったのは、同じ MMA だけどオクタゴンの中で勝つための戦略とリングの中で勝つための戦略が
全然違うからアプローチが。だからトレーニングの方法も変わるし、自分たちが身につけていなくちゃいけないオフェンシブディフェンシブのスキルが違ったんだ。プライドでの試合に慣れすぎちゃってるとこもあったろうし、今までずっと日本でやってたので、なかなかねアメリカでやるのはちょっと緊張しましたね。考えすぎたのはありますね。もっと気楽に楽しんでやればよかったんだけど、まあ最初はまだそんな USC っていうものがねどういうものか分かってなかったし、Sanchez trying to go for that knee bar. Gomi was able to switch out, turn that knee out of that lock. But the problem for Sanchez, it's been Gomi who's pursued throughout this third round, and now Sanchez is trying to flurry. 今ねアメリカでも俺のことを応援してくれるファンも増えて、やりやすくってわけじゃないけど嬉しいですよね、応援してくれるのは。まあ9月20日ね、一番ね強いランカーの選手と戦います。マイルズ・ジュリー選手はリーチがあって充実とキックボクシングがね強くて、まあ KO1 本が多い選手って聞いてます。ね、ジム生のね、シュートの試合、白川はですね、格闘技経験なしでうちのジムに入って、プロの試合は2戦目ですね。デビュー戦は負けてしまったので、1回勝てばプロの世界でもやってくると思うので、今日が勝負ですね。まあ本人ね、最終的には USC に挑戦したいだろうし。競技人口は増えてるんじゃないですかね。ジムが増えたんで、まあその中からね日本を盛り上げる選手も出てくると思いますよ。腰だけ落として大きい技だけ打つよ。で勝つっていうイメージで行きました。もう前出てハンバーで取れたのは嬉しかったです。いやもうアメリカの UFC は日本でも、まあ、格闘技やってる選手なら誰もが上がりたいところだと思うんで、プライド系はなくなってそれ本当沈んだ状態だけど、今もう全然回復始まってると思うね。一番大きいは多分 UFC が日本に来てるところで、 UFC の大きい会場にいると多分プライドを思い出して多分ファンが燃えてると思うね。ショーは日本のトップアーティストであるガクトっていう彼の主演の日本の歴史ファンタジーストーリーの舞台です。全体のプロモーターという立場ですね。プロモーターとプロデューサーと兼ねていて、やっぱりこう僕らっていうのは常にお客さん目線でものを作るんで、それはファイティングスポーツでも何でもやっぱりエンターテインメントですから、やっぱりエンターテインメントとしてリアルファイトをどうパッケージにしてみんなに見てもらうかっていうのをずっとプライドの時代も10年考えて、単純にファイトだけを見に来てるんじゃなくて、その会場に入ってもうショーが始まってると思ってたんで、日本の歴史2000年とかある中でやっぱり侍っていうものが世の中に誕生して600年ぐらい経つのかな。そういうものが日本人の DNA の中に確実に刷り込まれてて、 K-1 とかプライドとか UFC とか1対1のファイトスポーツっていうのは実は日本人はとってもフィットするんです。今はそういう日本ではマーケットとしての総合格闘技、まあ、だけじゃなくて格闘技っていうものは
小さくなっちゃったけど、逆に世界的に見ればアメリカでの市場も大きくなった。だからチャンスはあると思う。眠ってるだけだから。あ、そうなんですか。まあ若い時みたいにハイペースではやってないですけど、1年に2試合ぐらいですね。試合の時って怖い顔するんですか。どんな方がいいんじゃないですか。それで1つ。でもね、かっこいいしね、うん、好青年でね、よく食べるしね、よく飲むしね、こりゃ強いわけだよ。取らせてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。スターになる要素があるかどうかっていうものがまずベースだと思うね。まだシュートでやってたりしてるから、彼の本当にこうけれんみのない、物おじしない、とにかく向かっていくファイトスタイル、これはもう磨いたら絶対光る。ゴミのタレントとしての才能っていうのはずば抜けてますよね。やっぱ35歳でまだ続けるんだから、続ける以上ね、勝って終わりたいっていうのもあるし、この夏ね、すごい大きなターニングポイントだと思ってますね。タケノリゴミ、まあ、KO で勝つね、グランドでも何でもダブル以上の1本 KO、前に出て、この選手がいないと日本の格闘技は盛り上がらないと思ってるんで、日本人がやっぱりチャンピオンになるとか、日本人が世界に行くこと、僕の知ってる当時のゴミが変わらずにファイティングスピリットを持ち続けて今もいるんであれば、 UFC でナンバーワンになれるよ才能があると思います。